はいどうもほうれい線の健太です。はいどうもね、嘘です。健太店長ですね。ほうれい線がひどいですね。もう30手前1年前に今29歳なんですけども、老け顔ですで今回ですね、小銭の話なんですけども、お話っていうかですね、俺こけこっこじゃなくて結構小銭っていうか貯金がね最近好きなんですよ。まあ20代ね、23なんかその前半までは貯金なんて概念一切ない男だったんですけども、まあいろいろ同棲したりとか、まあいろいろねお金がいるような年代になってきて、貯金の大切さをですねまじまじとまざまざとですね、もうひしひしとですねもう感じているわけですね。うん、まあ感じてきたんですよ実際に。まあやっぱ先立つものは現金キャッシュだなというふうにですね、思いまして、結構貯金がね好きになってきたっていうか貯金頑張ってるんですよ。そう、まあでもなんかある程度貯まるとある程度ドカって使ってしまうようなシチュエーションに結局ぶち当たって、結局ある程度貯まるとある程度ボカって減ってるの繰り返しをして、もう3歩進んで2歩下がるみたいな状況なんですけども、でですね小銭、その貯金術、俺みたいなその低所得ですね、あんまり給料がよろしくない男でも貯金をできる方法をですね、まあちょっと紹介したいと思うんですけども、まあ副業ももちろんそれはそうなんですけども、小銭、キーワード小銭、そう砂利銭ですね。ね、1円5円10円50円500円の小銭ですね。これがすごい重要ですね、僕みたいな低所得労働者は。なんですけども小銭ってね結構みんなバカにするけどね、すげえ貯金にね役立つっていうか人役買ってくれるんですね。うん、というのもなんだ、小銭貯金って結構する人いるんですけども、小銭貯金のした後のね使い道がねあんまよろしくない人が結構いる。うん、まあ別にまあもうそれ好きに使ってくるのはいいんだけども、もし貯金を心がけてる人がいましたら、小銭貯金は全部ね口座に入れてください。うん、現金化してそれ使っちゃうとか、小銭貯金からねなんか生活費取ったりとか、コンビニ行くときにちょっと持ってたりとかするとあんまりね形にならないですね、小銭貯金が。うん、結局貯めた分出てってしまうだけなので。そうで貯金はねこれポイントなんだけど、別の、なんつうの、まあ、何個か銀行のカード、まあ、銀行で結構持ってるんだけど、いろいろ。何かあった時の老後貯金じゃないけども、使わない貯金の口座作ってあって、そこに全部俺、例えばネットで売った売上金とか、例えば最近だけど、まあ、YouTube のね、広告収入だとか、その小銭貯金だとか、全部それはもう、下ろせない貯金の口座に入れてるんですよ。まあ、下ろせないっつっても、下ろせるんだけど、下ろそうと思えば、キャッシュカードあるから。でもね俺結構ケチだからさ最近、うん、まあ女にはめちゃくちゃ金払ってご飯はとかねそういうのはめっちゃ払うんだけど、変なとこで使っちゃうから基本的にはケチっていうか、どっちかというとお金使わないようにしてるんで。で俺郵便局がメインで最近使ってるんだけど、郵便局で支店多いじゃん。なので手数料無料で下ろせるじゃないですか、支店に行けば。でもコンビニで下ろすとやっぱ100円200円かかるじゃないですか、最近銀行だったりとか郵便局だったりとかって。その100円200円だから、まあ別にいいやって思うかもしれないけど、100円200円、100回下ろしたら1万円とか2万円になっちゃうからね。うん。人生のうちずっとキャッシュカード使いまくったら100回なんか普通に下ろすから、で200回、300回、400回で下ろしたら、もうすげえ額になっちゃう、キャッシュカードの手数料だけで。バカらしいじゃん。それ長期額貯金すれば、海外旅行行けるからね。長期的に見ればね。うん。なんで俺は、まあ基本的に下ろすのは郵便局とか支店で下ろしてて、で、将来用の貯金は、近くに支店がない銀行の口座にしてます。そう。それでね、今からね、ちょっと行ってくるの。小銭貯金、1年間貯めた小銭貯金を銀行の窓口に預けてきて、で、それを口座にそのまま入れるんだけど、いくら貯まったかっていうのをですね、ちょっと、せっかくなんで動画にしたいと思います。ね、そのね、動画の規模に行くまで4分30秒かかってしまいましたけども、いつも通りですね。はい。これ1年間貯めた小銭、ほとんどね、100円と50円で構成されて、まあ、10円も結構入ってるけど、まあ、1円5円もちらほら入ってるんだけど、これほとんど100円と50円で構成されてます。1年間、いろんな、なんかのコンビニのお釣りとかをね、積極的に入れました。
小銭貯金は積極的にお釣りとかね崩したらねどんどん入れていかないとたまんないんでね。でこっち500円玉、これ1年間の500円玉です。一番最高でね1年貯めた時ね1年で24万貯まったよ、500円玉貯金で。そう、これはもうわざと500円玉ができたら必ず家に帰った時点で500円玉があったら必ずここに入れるっていう風な、ルールを作ってやってますので、だから基本的に財布に500円玉は入ってない。そう、こんな感じですね。これ今からちょっと銀行の窓口行ってくるよ、うん、ついでに。というわけでね、ここにですねこの500円玉をですね、えいあれい、というわけでね、こんな感じ、こんな感じです。これで一体1年間の小銭、ダブついた小銭はいくらになるでしょうっていう動画です。ちょっと行ってきますね、写真の現像もあるしね、商品の発送もしなきゃいけないしね、忙しいね、行ってきます。とりあえずついでにタンパク質も補給していきます。というわけでちょっと行ってきますね。一体いくらになるかっていう交互期待です。はい、どうも。というわけでですね、帰ってまいりました。今早速ですね銀行行ってまいりました。小銭の入金が、終了いたしました。うん、で実際いくら入ってたかのとかと言いますとですねまあ思ったより入ってなかったっていうのがですねちょっと正直な感想ですね。はい、去年がね、去年でも12-13万で小銭が、一昨年が24万だったので、今年はですね83,306円ですね。これ、まあ、ちょっとちぎったけど個人情報会だったからね、これ入金額、取引金額、これか、どこだ、これこっちか、あれこれカメラどこ、ここ、ここが見える、これ取引金額83,306円ね、5円ボロボロで入んなかったんで、まあ11円ね、はい、落ちました黒服たちが。というわけでですね、まあ思ったよりか入ってなかったというのと、年々ですね小銭の入金額が減っておりますね。うん、著しく減ってますよね。2年前24万ですからね、で去年が12万だから13万で、今年が83,000円、どんどん減ってるけど大丈夫かなこれ。来年とか5万ぐらいしか多分小銭貯金できないかもしれないな。うん、まあそれなりにね、まあでもね、要はこれ3年で小銭、要は3年前24万足す次の年が13万で、24足す13で37万で、今回83,000円だから、まあ8万だとしても、24足す13で37、そこに8万足して37足す8で45万円。3年間で小銭だけで45万貯まっていくからね、十分じゃない、結構海外旅行行きますよこれで。うん、だから結構小銭ってバカになんないんですよマジで。うん、だから皆さんちょっと小銭貯金ね、ぜひちょっとやっていただいて、でそのまあ小銭貯金というか老後貯金というか、その将来用の貯金口座をね、また別個でちょっと下ろさない口座を作ってもらって、そこにですね毎年毎年小銭入金していくとね、5年ぐらいで結構たまってますよ。うん、俺が今その3年で45万円、45万でしょ、これ5年行けば多分60万ぐらい貯まるもんね。海外旅行行けちゃうよこれね。え、トゥモローランド行こうかな俺マジで。それからイビザ島行こうかな、スペインの。夢は膨らむね、小銭で膨らむ夢、いいんじゃないですか。まあ海外旅行じゃなくて、俺は一応この老後貯金用というわけで貯めておりますけども、うん、まあ、そんな感じでね、ちょっと小銭をバカにせんと、結構小銭貯金みんなやっていただいて、でぜひその小銭貯金用とかのね、将来用の口座作ってもらって、そこに振り込んでね、5年10年経った時に相当まとまったお金になってると思うんで、ぜひちょっとやってみてください。まあそんな感じです、貯金術っていうか、まあそう、そんな感じですね。財布の中にね、その例えばコンビニで1個2個おにぎり悩んでてさ、どっち買おうかなどっち買おうかなっていつもあったら2つ買うとこさ、片っぽやめてさ、まあ150円ぐらい節約したら、その150円お財布に入れっぱなしだと全然ね浮いた感じしなくなるよ。結局その財布に入れてる小銭って別にカウントしてないし、なくなってもわからん金だから、150円ね節約してね、チャリーンってね財布に入れっぱなしだと何にもねためにならないよ。結局またその150円使っちゃうから、他でねジュース買ったりとかで、その150円は節約した分をその貯金箱に入れるみたいなルール作って、
やってね1年2年ってやると結構たまるんで、うん、ぜひそういう風にやってみてはいかがでしょうか。で500円玉できたらもうすかさず貯金箱に入れるっていうね、もうアグレッシブにどん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 貯金小銭を貯金していくんですね、うん、そうすると年間で結構な額にいくので、ぜひちょっとそういう風にですねやってみてください。はい、まあ、そんな感じで低所得の人でもですね結構気がつくと貯金ができてるっていうね、まあ、軽い貯金術でした。まあ、意識づけの問題なんですけどね、ただの。はい、そんな感じで、まあ、今日の動画終わりたいと思います。ね、こんな感じで。はい、どうも黒福とくんたちね、どうも動画に花を添えていただいて、はい、出演はですね、このカイジの、黒福くんでした。はい、ね、どうも。また他の動画でお会いしましょう。ケナ店長でした。See you!